終焉が近づいた頃の蒸気機関車1977年の縄文信号場と周囲約 1km 範囲。下が網走方面。中央より上側左手に縄文トンネル。スイッチバック配線構造が確認できる。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成縄文信号場は、 北海道北見市ルベシベ町近貨にあった北海道旅客鉄道赤北本線の信号場である。電報略号はやも。生田原駅から約1 0 3トルの地点にあった信号場。全国的にも珍しいスイッチバック方式の配線であり、急勾配での発進ができない列車のために設置された赤北本線で、 蒸気機関車の重連運転が見られた当時は、鉄道撮影を主な活動とする鉄道ファンから注目される存在となった。蒸気機関車の終焉が近づいた1970年代には、多くの人が撮影のため同信号場を訪れるようになった。このため、仮上工場扱いで客扱いを行ったこともある。蒸気機関車が全廃された後も、SL 列車や、 玉ねぎ貨物列車の撮影のために、鉄道ファンが東信号場に通じる狭い山道を車で訪れていた。2001年7月1日のダイヤ改正で、交換設備の使用が停止され、東信号場における列車交換がなくなった。その後も閉塞区間の境界として存続し、本線に設置されている信号機も引き続き動作していたが、2017年3月4日の、 ダイヤ改正で正式に廃止された。人柱伝説のある縄文トンネルに近いこともあり、縄文駅として営業されていた時期は、当直の鉄道員の間で、霊現象の目撃団が多くあった。勾配の途中にあるスイッチバック式の構造で、側線が3本存在した。分岐器部分は巨大なスノーシェルターに覆われていた。縄文トンネルのルベシベ側に設置されていた。 森林のみである、縄文仮条皇上に関するカテゴリー、ありがとうございます。